南禅寺天竜寺昭国寺京都五山とは、臨座、五山の制度は、元は、南宋のね井高市の頃に、インドの五少者十当初に習って創設されたものである。鎌倉幕府は、既存宗門などの既存勢力に対抗するため、信仰の臨在州を保護する政策をとり、清掃や戦乱によって、勢力下に入った荘園や領地をご家人に分け与える。一方、一部を、自社領とし、 幕府の領地も含めて、その管理を全寺に委ねていた。鎌倉末期に始まる、御三制度には明らかでない点もあり、最初に御三と称されていた寺院も諸説ある。今枝愛心の説によると、最初に鎌倉幕府によって、御三と称せられていたのは、鎌倉の諸前札で、当初の御三は鎌倉のみに限定されていたとしている。今枝によると、兼務の申請の下で、 京都の大徳寺と南禅寺が五山の第一位の自覚とされ、さらに県仁寺や東福寺などの所持が五山に加えられるようになったとしている。略王四年、足利忠義の表情により、第一位を県庁寺と南禅寺、第二位を円学寺と天竜寺ら、第三位を樹福寺、第四位を県仁寺、第五位を東福寺とし、順五山に上知寺を含めたとする。ただし、 鎌倉時代の創設当初は、鎌倉と京都で一緒に5つの寺を御山に定めていたとする説もある。おこのぎてるゆきは、鎌倉時代の御山を、県庁寺、円覚寺、寿福寺、県仁寺、上知寺と推定している。なお、足利義明が将軍職の時にも御山の変動が見られた。室町時代の足利義満が将軍職の取得3年。 南禅寺を別格として五山の上とし、京都の天竜寺、小国寺、建仁寺、東福寺、万寿寺、鎌倉の建長寺、円覚寺、寿福寺、上知寺、浄明寺をそれぞれ五山に決定し、その後の五山制度の根幹となった。五山実設という場合、別格寺たる南禅寺を筆頭に、天竜寺、小国寺、建仁寺、東福寺、万寿寺の 五山と当時時室町幕府は五山前寺に対して不入権や所役免除などを認める一方、五山前寺は幕府の事務の代行や上納金などの財務支援を行う関係にあった。五山の前奏には、室町時代、幕府との関係が近い五山前寺は、朝廷との関係が近い比叡山延暦寺やなんと、幸福寺と対立関係にあった。 大和国を支配する幸福寺は奈良への禅寺の進出や臨在州の僧の入国を認めなかった。また天竜寺らら系法要への天皇行行では延暦寺から異議が唱えられ南禅寺の石戦をめぐる恩城寺との対立では延暦寺は全面的に恩城寺を支援した。古山禅寺は幕府の訴訟制度や対中貿易などを通じて勢力を伸長していった。 しかし、応人の乱で、各自は壊滅的な被害を受け、東半州の基盤が失われた一方、各地では守護大名の力が強まって、御山の荘園管理は難しくなり赤書の自由通過権なども失われた。東半州の去った荘園では、守護大名が国人に管理させる守護受けが多くなった。また、御山勢力が去って、 空白地となった北陸地方には一向胸の勢力が進出し新たな拠点を築いた。なお、足利義満の意向により、欧米8年3月5日に、昭国寺を第一位、天竜寺を第二位とする順位変更が行われたが、義満没後の欧米17年2月28日に元に戻された。今日では、京都御山イコール京都の禅寺の格付けと一般に、 勘違いされやすいが、それは決して正しい解釈ではない。京都五山はあくまで、足利氏の政治、政略的な格付けであり、大徳寺は同様の理由から格を下げられ、後に五山制度から脱却している。また、明神寺は、大内義弘に肩入れしたことが原因で義光の怒りを買い、事業すらも没収されていた。最高を果たすのは、江戸時代からである。 ありがとうございます。